です。球場の水中競技場から外に出てしまったら負け。最後まで残った者が勝者です。ただし最後に2人だけ残った時に特殊なルールが追加されます。それは5分間ルール。最後の2人になって5分、5分の間に場外に出てしまった方は最下位となるルールです。いわば水中相撲って言ったとこかね。楽しみですね。ありがとうございます。本日のゲストはシェラザード劇団座長ラビアンさんです。各チーム着水していきます。ラビアスケールからはシェリア。昨日引き分けちゃった分頑張るぞ。ブルーペガサスからはジェニー。今度こそ負けないんだから。マーメイドヒールからはリーズリー。人魚を舐めちゃいけないよ。フェアリーデルフィーのジュビアも着水しました。水と言ったらジュビア。これはジュビアの独壇場。セイバートゥース・ミネルバ参るぞ。出ました、ミネルバ。この大歓声。セイバートゥース最強の5人が揃ったわけだね。ありがとうございます。そしてフェアリーテール A からはルーシー。私も負けられない。1日目の失態挽回しなきゃ。これはまた華やかな絵になった。各チーム女性陣が水着で登場。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。俺もいるんすけど、ワイルドに。男かって舌打ちかよ。ルールは簡単。水中から出たら負け。まもなくナバルバトル開始です。ルーシー頑張れよ。水中ならアクエリアスが使えるしな。いけるぞこの勝負。はい。さすがにこの試合はジュビアの勝ちで鉄板かな。わかんねえぜ。ルーシーにはアクエリアス以外にも使える精霊が大勢いる。マーメイドヒールも侮れないかもよ。なんつっても名前が人魚だ。あのミネルバもなんかやらかしそうな気がするぜ。ルーちゃん頑張れ。それではナバルバトル開始です。早速だけどみんなごめんね。開け砲兵級の扉。向こうも人魚かい。面白いんじゃない。うわ、水中は私の庭や。うわ、立てない。ウォーターサイクロン。ジュビアとアクエリアスの力が正面から激突してる。いきなり水場が来た。すごい。どっちの力が上なんだろう。ルーシーもその次ぐらいに頑張って。あとジェニーもちょっとだけ頑張っていいわよ。なんかややこしい応援の仕方してんな。そういうあんたはどっちが勝つと思う？聞くまでもね。ジュビアを水に入らせたら誰も勝てねえ。アクエリアスさん、ご無沙汰です。知り合いだからって手加減しないよ。望むところ。アクエリアスってやっぱすげえな。ジュビアの力に負けてねえんだから。それを言うならアクエリアスさんに負けてないジュビアさんがすごいって気もします。合格。ジュビアは勝つ。グレー様の前で恥ずかしい戦いは見せられない。ジュビアはお前の視線を気にしているようだな。いい加減ジュビアの気持ちには気づいてるんだろ。はっきりしてやらんか。ジュビア、恋がたき。違ったわ。なんて戦い。強敵同士が潰し合ってくれてる。だったら今のうちに。
く、ジェニー選手の不意打ちにやられた。しかし残念がっているのはプラトロパピーだけ。観客は女の子だけになって喜んでいる。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。俺の存在は何だったんだ。あの女どこまでも高速なんだな。とってもジェニーらしい戦い方ね。いや、それ褒めてないから。私も頑張らなくちゃ。ぽっちゃり舐めちゃいけないよ。このままじゃラッチが開かない。一旦戻るよ。待てよ、水中さん、あんたが一番頼りになるんだから。デートだ。ちょっと、なんと精霊のアクエリアス、デートに帰ってしまいました。女の子だね。つまらん。チッ。好きあり、恋がたきを倒すチャンス。何体出そうと同じこと。マルゴ、アリアス、頑張って。水中より地中で活動する方が得意なのですが。頑張ります。私もいいとこ見せないとね。やれるものならやってみな。私のことも忘れないでよね、セリア。フェアリーテールのウェンディさん、自分も戦いたそうです。昨日引き分けとるからね。今度こそはこの手でシェリアさんを倒したいと言わんばかり。ウェンディさんの戦いを私も見たかった。前にうちの劇団を助けてもらった説はありがとうございます。フェアリテール、エイヨ、なぜウェンディさんを出さなかったのか。今からでも交代しろ。ありがとうございます。うるさい。全員まとめて倒します。水中でジュビアに勝てる者などいない。セカンドオリジンの解放により身につけた新必殺技、届け愛の翼。グレート前、ラブ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 。やめろ。ジュビアがまとめて3人も倒してしまった。水中戦では無敵の強さだ、ジュビア。ああ、水中じゃ思ったように力出せないな。シェリアも頑張ったよ。ジュビアを見て燃えてくれましたか、グレー様。しかし、それでも3位、6ポイント確定です。あのバカ、外に出ちゃった。なんで？よそ見でもしてたの？お嬢も人が悪い。お嬢の魔法なら、一瞬で全員場外にできたはずなのに。これはもう勝ちましたね。残るはミネルバとルーシー。ルーシーは精霊を一旦戻しました。魔力と体力の消耗を避けるためだね。さあ、勝つのはセイバートゥースか、フェアリーテールか。ここで5分間ルールの適用です。今から5分の間に場外となった方は最下位となってしまいます。何のためのルールかね。最後まで緊張感を持って見るためですよ。ありがとうございます。わらわの魔法なら
一瞬で場外にすることもできるが、それでは凶がそがれるというもの。耐えてみよ、フェアリーテール。何これ。熱、水の中で。ルーシー、なんだあいつの魔法は。今度は重い、鉛のような。やっぱり精霊を出さないと。あれ、私の鍵が。いつの間に。ルーシー、このまま場外に出ると再会だ。場外に出してやろうか。こんなところで負けたら。ここまで繋いでくれたみんなに合わせる顔がない。私はみんなの気持ちを裏切れない。だから絶対したのでしょう。ミネルバの攻撃が止まった。そしてそのまま5分経過。よし、あとは順位をつけるだけとなった。頭が高いぞ、フェアリーテイル。我々を何と心得るか。我らこそ天下一のギルド、セイバートゥースぞ。これはさすがに上がギルド上がへ吹っ飛ばされたルーシー、なぜかミネルヴァの前に。奴の魔法か。なんでわざわざ戻して。痛めつける気。もう勝負はついてんだろ。今度はボディーブロー。魔力を使わなくてもすごいパワーだ、ミネルヴァ。あまりひどいことはやめてください。ありがとうございます。水中なのでダウンがありません。ただただやられ続けるだけ。やめろ。セイバートゥース。セイバートゥースに歯向かうというのがどういうことか、その体に教え込んでやろう。やめさせろ。精霊魔導士が壊れる。競技を止めろ。ここでレフリーストップ。競技終了。勝者ミネルヴァ。セイバー